どうも浅田真一と言います。最近の僕のおすすめというか大好きなアルバムはマイルス・デイビスのカインド・オブ・ブルーというアルバムなんですが、まあ、ジャズなんですけどね、そのなんかねやっぱりそこに流れている精神みたいなものはもうパンクとしか言いようがないというか、まあ50年代の、ね、終わりぐらいのアルバムなんですけども、よくぞここまでなんかその思い切ったことを、それまでのジャズの、形みたいなものを全てぶち壊して新しいものを作ろうとした、そういうなんかそのなんだろうな、ソウルみたいなものがアルバムの中に閉じ込められていて、ぜひロック好きの人にも聴いてもらいたいアルバムだなというふうに思ってます。若い頃に一度聴いたんですけど、その時はねあんまり良さが理解できなくて、音にあんまり動きがないんですよね。だからまあ派手でもないしなんだけど、なんですかねこの今、まあここしばらくかな、良さがすごくじんわりよく分かってくるようになったんですけどね。なんかねボブ・ディランの音楽ととっても似てるなと思っていて、ボブ・ディランもやっぱりロックのレジェンドだから10代の頃にやっぱ CD 買って聴いたんだけど、よく分かんなかったんですよね当時。なんだけどボブ・ディランの場合は20代半ばぐらいかな、ある日突然なんか良さがパッと分かるようになって、でマイルスはまあそうですね、同じような感じである日突然良さが分かる、そんな音楽ですね。